できました。おはようございます。おはようございます。よし、今日はやっと金曜日ですね。なのに今日は雨ですよ。ほんと泣いちゃう。どうですかね、雨はやまんか。プールは今日はないですかね、学校ね。でも結構プールの授業最近好きなんですよ。泳がへんけどな。おはようございます。しかもね、行き道に雨降ってんのめっちゃ嫌なんです。雨用意してもさ、結局濡れるならもういや、なんか嫌なんですよね。ね、ね、ラスト金曜日です、今日。イエーイ。明日は最高大前夜公演です。イエーイ。楽しみですね。はい、気合い入れて頑張ります。お話し会頑張りとありがとう。そう、9月1日のね、チアガールがね、完売しました。ありがとうございます、皆さん。本当にあとはね、8月31日の分だけ受付してるので、今あやみちゃんとお揃いの日なんですけど、もうこの日は意外な一面が見れると思うんです。意外っていうか、まあそうです、意外やな。意外な一面が見れると思うので、よかったら遊びに来てください。今日お仕事休みやから頑張って起きて見に来て、ありがとう。お疲れ様です。ありがとう。また寝てください。早く梅雨明けしてほしいねって、本当にね。なんかでも梅雨なんか梅雨じゃないかが分かんないですよね、最近。なんかさ、ポツポツが多かったじゃないですか。そんなザーって降ることがなかった気がするんですよね。なんか急に降り始めたりはしてたけど、わかんないです、どこからが梅雨なんかが。ねえ、おはようございます。傘がめっちゃ嫌いだから雨降ってほしくないよね。わかります。道のさ、幅とかめっちゃ取るやんか、傘って。だから危ないのでめっちゃ嫌ですね。あとね、なんか傘を持つときに、こうやってさ、こう持ってこうやって歩く人おるやん。刺さっちゃいそうで怖いので、雨の日はね、苦手ですね、雨は。明日の公演キャンセル待ちですと、やった。当たりますように、ありがとうございます。ありがとう。じゅんさん、おはよう。おはよう。おはようございます。おはよう、仕事行ってきます。頑張ってください。にへまなさんと若にゃん、若たんかな。久しぶりの世代交代。そうですね、久しぶりや。楽しみですね。ポジションとかそういうのを見てみてください。見てね。13歳のラスト公演やな、明日は。そうですね、ほんまや、13歳で終わります。あ、ほんまや、背景誕生日になってる。え、だからかい。なんかプレゼントとかあるなと思ったけど、なんかカーニバルとかでさ、そういうのがあるんかと思った。なるほどね、誕生日の。え、やば、もう誕生日やって。アミやばくないですか。え、7月なので29。ね、6月って31までないですよね。こうやって数えたんですけど、1,2,3,4,5,6 だからないんです、6月は。なのでね、あと3日後です。そう、3日後はショールームが夜になるかもしれないです。ちょっとね、まだ決まっ確定もう確定って感じなんですけど、夜になるかもなんですよね。ゆっくり配信したいのでね。そうです。みたん、あ、おはーみたん、
改めて9月1日完売おめでとう、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。でもたくさんおしゃべりできる楽しみですね、めっちゃ。でももう2回終わってるんですよ。8回では6回お話からでもう2回終わってるんです。もうあと3分の2しかない、やばい。今月14日にジェダイ号隊ハリスエガラミちゃん出演しますように願って見に来てくださいね、待ってます、ありがとうございます。今日も宇宙で一番可愛いね。あ、嘘、本当ですか、ありがとうございます、嬉しいね、ありがとう。明日仕事になっちゃって涙目やって、頑張れ、頑張ってください。土曜日のお仕事はねしんどいと思うけど頑張ってください。はい、もう公演頑張りますね。めっさ雨が降っているやんやって、もう降ってるな、今はめっちゃ降ってますよね。そう、昨晩ガミタン反省会してるからブレンド出せませんでしたってわざわざ LINE くれたって言ってた。そうなんですよ、練習のついでに、あ、まあ逆やな、プレゼントのついでに練習してたんですけど、あの行ったんですよ。そしたらもう反省会が始まっちゃってたので、まだ今度出します。はいね、懐かしい方々。なんかさ、西向く侍ってよく言うじゃん、かわいい、ありがとうクラッカー。西向く侍って言うやん。で、西向く侍の月はあれなんですよね、31がないんですけど、このボコボコあるやんか、これでね、このボコボコから始めるんですね。1、2、3、4、5、6、7で8、9、10、11、12、1です。あれ今から何から始める？1、あ、1やったらこれボコボコある、なんでや、1、あれ西向く侍やから、あ、ここから1かな、ここからやな多分。1、2、3、4、5、6、7、あれちょっとよくわかんないですね、なんやろ、どういう、え、1、2、3、4、5、わからんわ、ちょっとわからなくなった、調べときます。わからんわ。あ、見て、誕生日は来週の火曜日やって、来週の火曜、え、そうなん、え、嘘、あら、すごい勘違いしてたかも。あ、火曜日は公演、生誕の日で、月曜日がお誕生日やと思ってた、やば。え、じゃあやっぱ6月あるんや、31まで、やっぱりか、なんかどっちやろうと思ってたんですよ。そう、どっちやろうと思ってた、なるほど、あったか、まさかの、まさかの、あった、やるか、そうか、うん。あ、昨晩もみんなの名前気味だって言ってたよ、ありがとうございます。もう遊びに行けたら十分です。12から1数えるからおかしい、あ、そうですね、12から1、12から数えないとおかしくなるか、なるほど、12、1、2、3、4、5、でもね、6はね31までないはずよね、あれ、じゃあ8まこ、あれ、どういうことや、1日は月曜日、え、やっぱりそうですよね、ジャミの誕生日は月曜日ですよね、火曜日は生誕祭ですよね、ナミちゃんが31があるって言えばあるのかもしれないって。じゃあ6月はないクズにしとくわ、7月は あることにしときます。
あ、やんな、30日までしかないですよね、やっぱ。あみちゃんの誕生日は月曜日です。よかった、間違えてるかと思った。ちょっとこれまた覚えます。これ何やったっけ。6月30日の日曜日までで、そうですね。なので29がほんまに最後の公演や。13歳、やば。皆さん目に焼き付けてください。あみちゃん寝ぼけてるかなって。そうですね、寝ぼけてるかもしれない。ね、山から1で12で終わらないとおかしくない。あ、なるほど、ここから1なんや。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12は31がある。あ、わかりました。あみ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、これです、数え方。わかりましたか皆さん。そういう感じで、まあ2000分くらいサムレが一番覚えやすいな。なんかよくわからなくなっちゃう。でマミはよくこうしてますね。これで数えてる。マミちゃんおはようございます。おはよう。おはよう。7月と8月は31やけど、そうですね。今のチケ戦最後の当選でした。ありがとうね。なんかチケットの買い方が変わったからちょっと難しいですよね。今どうやって買うか分かりますね。なみちゃんが14歳とか早いね。そうですね、だってさ、もうさ12歳で入ってきたんやろ。まあ12歳って言っても11月とか12月ぐらいやったけど、それでもな、やばいよな。だってあと4ヶ月ぐらいしたらもう2年目に入るってことですよね。やばい、やばすぎですね。ね、そうそう、最初が当てたけど12で終わるで1数えたからおかしいので、あ、なるほど、ありがとうございます。最初当てたやん、やっぱ。だってなんか変だと思ったもん。そうね、西ムーク、侍は何なんでしょうか。普通につけてみたみたいな。これで数えた方が早いですね、やっぱ。分からんくなるわ。西ムークまでしか分からへん。で、時間経つの早いね。そうですね、早すぎ。やばい、もうだって中学2年生ですよ。まだ小学生だったんですよ。もうなんか年代が違うんです、もう小学と中学は。分かりますかね。もうね、差がある。その年の差はないけど、小6と中2だけど、その自分で考えたら小6の界隈と中2の界隈って全然違いますよね、きっと。うわーって感じです。分かりますかね。なんかね、なんか言いたいことは、まあ時間割とかですかね。アミケ言いたいのは、時間割が中学生になって、増えたとか、技術とかなかった気がするって感じですね。あとね、なんか生活とか、そうとかがなくなった。昨日のメイドアミちゃん TikTok が合いすぎて涙が止まらんかったって。ありがとう、ありがとうございます。これな、チッツ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 ッ、偉い偉い、私偉いのやつ、皆さん見てください。よろしくお願いします。侍は11だよ、なるほど。侍は11やって、アミちゃん最近背伸びた。伸びましたよ、めっちゃ伸びたです。伸びたくんだけど、あやみちゃんと並ぶとそこまで変わった気になるじゃないですね。やっぱりあやみちゃんも同じように伸びてるので、界隈、ほらほら、なんていうのやろ、
なんかもう大人と子供の差ぐらい気持ち的に差ありますよね。気持ちっていうか見た目、見た目でもないな、なんか難しいですね。ちょっとあ、なるほど、10と1の漢字をくっつけたら侍という字になって侍と読むのです。じゃあ10月もか、肉、間違えた、西向く寒、西向く遠いって感じかね。ねえ確かに、おいたぐらいの年は生活の変化が大きい、めっちゃ大きい。そう、期末試験とかなかった、なんかもうずっとこうね、あ、じゃあ社会のこれ、ここの教科終わるのでテストします、じゃあ来週の社会でテストですみたいな感じだったんですよ。だからね、やばい、もうその時は全部100点でしたよ、あみ。逆にななみの100点取らへんのぐらいの気持ちでおったのに。でも大事ですね、小学生やっぱ100点取らないと、小学生ぐらい、中学生だったら100点は無理だから私の身長すぎて楽しみすぎる、え、多分やばいで、アミさあ、もうじゃあね、あの時が小さすぎたってのもあるんですか、もうこれぐらい、これぐらい差あるかもしれない、これぐらい、本当に皆さんやばいと思うので覚悟しといてください、すごいと思うんです本当に。昨日おはなちゃん見てきて育ってました、アミも見ましたよ、おはなちゃん昨日、あの結構いい感じですね、お花。けどちょっとね、今3番があれなので待っててください、今ちょっと。西向く侍ね、そうですね、西向く侍ですね。10月は31まで、あ、トリックはトリートやもんな、うん、大人になると変化がなくて毎日随随って読むんかな、これ随はちゃうか、中国のさ随っていう字はさ、このこっちがべみたいな感じのやつ、陸とかそっちの時のなんていうあれなんですかね、ブッシュなんやろ、ちょっとわからんけどそうです、はい、あ、そうですね、小学校は私服やったけど中学校は制服になったり、そうです。でもね、なんかね、どっちもどっちで損ですね、エミは。なんかまず小学校の頃はやっぱさ、小学生やけどさ、服は気にするやん、だからさ、うわこれ昨日も着たとか、毎日さ会うからさ、あのさ、なんかうわこれ着たらまたあの同じ服着てると思われるかなとかめっちゃ考えるんやん、で服がない服がないってなるんです、あるけどレパートリーがなんか考えつかんくって、だけど逆に中学生になったら服着たいのにもう土日でも着れるか着られへんかや、だからあのそう、わかる、土日はさ、なんかもう課題とかに追われてるか、修復とか抱えてる場合じゃないからさ、だからわかんないんですよね、そうです、そういう感じですかねなのでね、ちょっと差がやばい、そう、修復って決めるのもんでね、わかります、わかります、制服の方が楽ね、そうですね、楽は楽やけど、なんか着たい服がなかなか着れないです、新しく買ってももう2回とかしか着ないまま季節が終わるので悲しいですね。高速で髪型で自由じゃなくなったのも辛かった、学校によるのかなって、そうやな、厳しいですよね高速って、なんか謎にね、そんな髪ばっかり触ってないからいいやんって感じですけど、まあ決められてるので仕方ないですね。じゃあ今日の一の谷芸さんの絵描きたいと思います。お絵描きしますね、何がいいですか、お仕事行ってくるね、頑張ってね、頑張ってね。
惰性って思うやって、さっきのやつ。惰性に生きてるよってやつ。なるほど、頑張ってください。ちょっと意味調べときますとね。はい、頑張ります。あ、ワイは中学3年間で23センチ伸びたって。すごっ。でもアミね、だいたい毎年5センチぐらい伸びてるんですよ。なんかスタートが遅いから、スタートがちいこいから、1年生ぐらいからずっと5センチぐらい伸びてるんですけど、変わらないんですよね。なかなか伸びた気にならない感じです。まあ今年はもっと伸びたと思いますよ。わかんないですね、最近身長測ってないので。けど確実に伸びてますよ。アミより身長高かった子と一緒ぐらいになった。あ、高かったって言ってもまあ2センチぐらいやけどな。はい、じゃあなんて書いてたっけ。なんやけ。あ、今日誕生、え、おめでとうございます。ケーキでお願いします。カホにしますって。分かった、じゃあ書きます。スペシャルセット、待ってくださいね。ケーキうまく描けるかな。なんかね、毎回ケーキが変なんですけど、ちょっと頑張ります。めっちゃうまいかもですよ、今回。ちょっと待って。オッケー。あ！ちょっと待ってくださいね。今年のケーキはホールかなって。そうです。今年はアミはね、なんかわかんないんです。ママに頼んだから。だけどね、あのね、チョコにしてって言ってるので、チョコです。多分、うん、チョコですね。いちごにチョコがいてたけど、もういちごが季節じゃないからなかったって言われた。なのでフルーツのがいっぱい乗ったチョコにしました。ダダーン。どうですか。え、うまくないですかこの網。え、めっちゃうまいと思った。こんな感じです。すごい。あ、封してください皆さん。じゃあいきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアタニケさん、ハッピーバースデートゥーユー。このケーキに封してください。わー、あ、すごい息の威力だ。すごい。おめでとうございます。おめでとう。じゃあ今年もあとアミとたくさん会いましょうね。待ってます。うん、ありがとうございます。おめでとうございます。いい一年にしてください。じゃあ読みますね。13位まふみさん、ありがとうございます。12位まさやかさん、ありがとうございます。11位てっちゃん、ありがとうございます。10位ジョエルさん、ありがとうございます。9位マボさん、ありがとうございます。8位 FFF さん、ありがとうございます。7位日高浩二さん、ありがとうございます。6位鉄メガネさん、ありがとうございます。5位ちゃんしもさん、ありがとうございます。4位コスモライドさん、ありがとうございます。3位コリタン、ありがとうございます。2位オーミさん、ありがとうございます。そして1位はダダ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 ダン、谷圭さんでした。イエーイ、おめでとうございます。何のお誕生日プレゼントをもらうかわかんないけど、アミは後でじゃあメールを送りますね。待っててください。じゃあ終わりは過去にします。ありがとう、ありがとうございます。
じゃあ終わりたいと思います。せーの、谷圭さん、イエーイウィー。じゃあ後でまた、明日また会いましょう。今日の12時までが第12時受付なので、よかったら皆さん会いに来てください。じゃあ待ってますね。ありがとうございました。またね、また明日会いましょうね。バイバーイ、またねー。